50番以内。もう僕は悟りました。何番でも一緒。えい、お願いします。積もった。解散。やる気あるんですか。やる気しかないねんけど。やる気あるんですか。やる気はあるんです。朝からヘラヘラして131万引いて、ありがとうございます。どうも、ゼンツです。マックでございます。はい、前回のエンディングを見て僕ハッとしまして、うん、キコーナさんは何も悪くありません。疲れてました。すいません、ちょっともう一人の僕がなんかね、思ってもないこと言っちゃって。どうした、吠えてたのにな、あんだけ。んあんだけ吠えてたのに。いえいえ、そのやっぱ負けたやつが悪いです。自分の好きで打ってるんでね。キコーナさんはとても快適です。うん、涼しいしね。すいません、ごめんなさい。どうかしてました。僕らこの番組、うん、ね、金のない2人が、うん、その生活に困窮した状態で頑張って全突破して勝って、はい、生活に必要な、うん、その家電とかをプレゼントしてやるよっていう、もうまずその、ね、金がないことを助けてくれるよっていう番組なんですよ。そう、その通り。そろそろ、うん、家電買わんと俺らこの夏しのげないです。暑すぎます。暑すぎるね。うん、あと俺ん家のその外の洗濯機がもうそろそろ燃えるんで、その大量でボロボロのな、ボロボロなやつ。焼けるとかじゃなくて、最近洗濯機がカサカサになってきて、間に合わないんですよ。言ってる間によ、言ってる間に家電買えるぐらい負け出してんのよ。いや本当にそうですよ、我々この番組で。しかも最近何が言ってもさ、どっちか勝ったり負けたりならまだしもさ、うん、どっちもちょっと負け気味。開店から閉店まで2人演者が打って、そんなに別に特別おもろい店はないのはやばいです。いやほんまにやばい、うん、11回とか言ってますけども、うん、この11回12回っていつまで言えんのっていう話になってくるんで。確かに、うん、突然、ね、いきなりじゃあもうまだ戦争しなくていいよ。家電もあーけーないが最悪な終わり方じゃないですか。いやもうほんま、せめてこんだけ頑張ったんだったら、うん、どれかい家電1個ずつぐらいね持って帰ってね。持って帰りたいよ。でしかも次回、うん、1周年記念ですよ。いやそうなの、1周年だよ。なんかいい形で1周年挑みたいもんね。そうそうそう、今日勝って勢いつけたな、この1年で変わったなっていうのがちょっとでも欲しいんで。今日ね150、60ぐらい人、うん、抽選受けまして、私前半です。66番です、ね、ギリギリいい数字が当たったなんで、ね、すごく楽しそうな実践になりそうですね。私気合も入っております。はい、はい、で僕は130、ヘラヘラダブルスコア、ずっとヘラヘラしてんね、前日の後から。いや最近悪すぎて、抽選10番引くポン131、あわわみたいな、その全然緊張感がありません。ヘラヘラしてます。いやもう何でも言うやん、ね、引いたら、自分が引いたら何でも言うな。やっぱその僕だったら130、すいません本当すいません、これ大事な収録1回戦1回しかないのにって感じなのに、131番みたいな、ずっとヘラヘラしてます。でも何回か前思い出し、朝一あなた抽選番号じゃないですからみたいな話してる回もあるよ。そういう回はそういう回。あ、もう出た。今日はこんだけいたら大事。無敵の人おる。じゃあいつもと同じで、はい、16時超えて、うん、なんかあればプラスの方からロンドしよう。オッケーオッケー。そしたらもう片方はプラスなわけだから、うん、その時に相方がどうなってるか。でもプラスプラスのロンド、ね、本当にこれ毎回言ってるけど、これ大事なんですよ。後半に向けて、今俺ら勝ってんなっていう後半戦に臨めるか大事なんで。大事、本当に大事。行ってきます。頑張ります。あっちー、やっとや。お願いします。お願いします。おはようございます。さあ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 、おはようございます。メイン通りにやってまいりました。私はどうしよう、ここかな。気候なことをぶち壊します。からくりか。はい、ということで本日、まあ、何度目かになりますけども、からくりサーカス11頑張っていきたいと思います。おはようございます。1枚目めっちゃ元気です。ということで自身3度目かな、からくりサーカス。今のところ特に何もやれてない2回やりましたけども、今日はやってやりたいと思います。さあ朝一モード C を取るレバーオン。何ってね、からくりサーカス2回閉店近くまで打って梅の一撃をやったことがあるぐらいのレベルなんでね。上位 AT も確かやってないかな、そんぐらいやらないと。だから今日のまあ特に前半って言っていいかなのちっちゃな目標は
まあ、運命の一撃を通して、まあ、モックにロンドするっていうところかな。やっぱ回を重ねるごとに分かってきたことがありまして、元気な時とかそんなに、なんだろう、沈んでない時の僕の方が出てるわ。そのやっぱ闇モックン出始めた頃はね、もうどうあがいてもその日ちょい負けか大負けか、破産かなんよ小中大みたいな、小大特大かな。やっぱね、お一回新聞どっか行きましたね、もう一回新聞来ましたね、これ当たりです。おいおいおい、朝一2ゲームの追加からチャンスオン、もういいか、この勢いのまま行きますわ。今日50馬来てますの、その理由とかも言わずに、もうとりあえず当ててから喋ります。すべては投資1000円で2回転で引いた追加からチャンスオン入って、投資1000円でポーン、あーうまくいかんうまくいかん、2ゲーム連続公約引いたら当たりです。ただからくりよりちょっとむずいのがリプレイが重いですよね。9分の1ぐらいかな、僕紫の7狙います今日。中段とまた小役以上ね、最後頼む、引いて前、ベルがある、ポンポン、あああかんわ、入んなかったらよかった、こんなチャンスを。あんなに楽しく気合いバチバチで朝一話したのに、入らなきゃよかった。ちょっと沈んだ、うわバカッチョが、ふう、朝はちなみにね、本当は、まあ、取れるもんなら、まあ、今日6月19日現在の最新台セントセイヤのカスタムエディションだったり、まあ、前回モック打ったんではどうしようかなとは思ってたんですけども、スマスロの延々の消防隊あたりをちょっと打ちたいかなとは思ってたんですが、どっちも取れず、あれ、1回目のスイカっすよ、いいんすか、朝一とはいえ1回目のスイカから煽り来ております、いっちゃえこのままなかった、いやでもいいね、ああもらった、やったー、1回目のスイカから、さあ何ゲームだ、35ゲーム、いいね、ちょ決めよう、だってまだ投資2本入れたところ、いきます、レア役引くだけ、そうじゃなくても 2% ね、あー当たった、ありがとう、やもう一回今日やれるかもしれん、何が絶望じゃい、ということで36ゲームAT でございます。いやいいね、一応朝一はねあんまり関係なく早めのスイカから行くことはあるんですけども、早いに越したことはないわけですよ。まず本日50馬来ました、まあ、とりあえずこの絶望のロンドでは初めてですね。っていうのも、僕この台今まで5回6回ぐらい打ってるかな、いろんなとこで勝ったの1回だけです。じゃあなんでお前来たの、閉店まで楽しく打つために来ました。この台ね、まあ、いつも僕そのカメラなしでも収録でも休憩ってあんまり取らないんですね。さすがにこの番組は閉店までなんで毎回スタッフさんと一緒に撮らせていただいているんですけども、あんまり普段休憩取らないんですよ。でこの50馬打ってる時は特に10時からの開店だったら気づいたら2時なんですよね。出てようが出てなかろうがおもろいんだよな、こうなっちゃう、おもろいのよね、出てなくてもそうだから。あとはこの台まだ引いてないですけども、90分の1に来る G 新食薬、これねが大事なんですよ。もう肝、通常時も AT 中もボーナス時も肝ってことで、それを引いた時に、あ引けないか今、それを引いた時に、発展先がいろいろあるんですよね、変異の仕方が。でその中で強いのが、G 活性化、うん、G 活性化っていうのと、あとは宇宙変異が通常時だと2大巨頭なんですけども、やっぱね6時間の実戦だと引けないことのが多かったりするんですよね。ただ閉店まで打ったらどっかでチャンスは来ると、その台の良し悪し関係なくね、良し悪しの足の部分だったとしても閉店まで打てば、まあ、何回かチャンスは来ると思うんで、あー終わっちゃった、駆け抜けレア役何も引けず、さようなら。さあ女子たち画面
セット数ないか。ないよね。引き戻そう。ラスト。いやもったいな。いやーなるみか。くっそー。戦闘訓練を開始します。お願いします。さあ結局今日初めての人身職人119ゲームですね。でこっからは5ゲーム間で子役を引いたら何かしらいいことに変換してくれるんですけど、これ子役以上の演出なんで引きましたわ。もちろんレア役の方がいい変換してくれるんですけども、今回リプレイってことで、これがおもろいのがね、第三停止を離した時にどの変異にするか決めてるんですけど、まあ、とりあえず、子役変異ってやつが一番ダメです。それ以外ポン。マジで朝一1回目よ。これがあの朝一今日3回引きたいとかいう目標を語ってた一番いい G 細胞活性化ってやつです。これ朝一決めるか。とりあえず5分の1になってます。90分の1の G 侵食薬が5分の1になってるから、それ4ゲーム連続引いたらフリーズします。カットインが来たら G 侵食薬王はレア薬なんですけど、カットイン自体が3分の1で発生します。だからとりあえずカットインで普段1638へのリーチ名もう150分の1になってます。やばいです。何してんねん。カットイン発生しろ。とりあえずもうだからとにかくね違うのよ、カットインなのよ。何をしてんねん。もう6ゲームを使ってんで肩に力入るやろそりゃ。でこれが侵食中のカットインなんでレア薬でもいい G か。でこれが何に変わる。まず子役に変わって赤チャンスになったね。ここでのカットインが強いのに連続がとにかく強いです。いや下手、これ下手です。いやーちょっと弱い。さあこれ増殖になったから、次何引くかがすごい大事。 OK 連続うまい。で今2連ですね。これあと2連したらフリーズします。で今増殖中なんで青チャンスが2個。だから次カットイン出た瞬間にボーナス以上当たりです。履歴で頑張れ。絶対カットインです。メダルなかった。あ緊張してる緊張してる。頼む決めろ。いきます。うわー出せないか。バカッチョがせめて子役引け。あと1ゲームで終わる。何をしてんねんお前。こんだけ強いよってみんなに言っといて行かせなかった。クソ。うわしかも増殖中に変異ダメだった。マジかよ。いやせめて当たりまでは行きたいね。いやちょっとマジでないわ。説明デブやんただの。あーひれやきいて大事だ。ここで子役引いてさもう一回。しかも当たってねえわ。今抽選ボーナスの抽選受けたのが青チャンスの2連の 20% ぐらいと赤チャンス3発これも 20% ぐらいなんですけど、ボーナス当たってなさそうだね。ちょっと待った。今侵食中に強役引いた。これは熱いぞ。強チか強チャンス目なんですけど何に変わる。子役変異でもいい。はい当たった。赤が金になってこれ確定役扱いです。よし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 。とりあえずあの活性化では当たんなかったけどこの強役を確定役に変換して当たりましたわ。よし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 。何はともあれでこれがもしさっきの活性化中の子役とかで当たってたらボーナス今2個あります。ああまあ、なんせここまで繋がってよかったかな。とりあえず赤がいい。くそー5000円。データカウンターが優秀すぎてゲーム数教えてくれません。162回転ですね。エヴァンゲリオンボーナスです。いやー惜しかったな。こんな朝一から手に汗握る展開なかなかロンドでないからさ。よしで今ボーナスの説明してなかったんですけども、とりあえずエヴァンゲリオンボーナスゴジラボーナスありまして、
エヴァンゲリオンボーナスがダメな方で、ゴジラボーナスは何がいいかっていうと、最初からこのラッシュ AT に入るかもしれないよっていうラッシュチャレンジをもらえてる状態からスタートするんですけど、今回ダメな方だったけど自力で今リプレイから取りました。リプレイの8分の1ぐらいで大体ラッシュチャレンジくれますね。さあラッシュチャレンジこれ大事。ベルの 12.5% リプレイの 18.8% レア役以上は確定です。ハズレはなんか 1.7% とか全然ダメなんで、ハズレは引いちゃダメだ。このリプレイも 20% あった。あとで引きゃいきます。違和感が起こりやすいよ。くそ、これハズレがダメ。何してんねん、やばい、やらかしてる。よし、下パネ映ってますかね。下パネが今パッパってなったと思うんですけど、多分レアかな。よし、よくやったわジャクシェリー。ナイス、仕事しないとか言ってごめん、ここではお前最強だから。よし、5000で AT まで。そんでこれがラッシュいくか、ボーナスストックしてたらここでボーナスきます。ってことはあの活性化ではボーナス当たってなかった。あぶねえ。さあここはレア役2ゲームで引いたら初期ゲーム数増えます。外れ。もう次レア役頼む。レア役引いてろ。ベルナビ君だ。よし、あるぞ。バー狙います。ポン、かすめるよ。リプでもいいよ。50かー。いやリプ引いたらたまに100とか言ってくれんのよな。さあというわけで50バラッシュ、まあ朝一からとりあえずよかった。活性化を生かせなかったのは残念ですが、まあ AT までつながってくれたからこの後頑張ろう。で AT は純増5枚です。だからゲーム数話の差とかはそんなにしないんですけども、まあ50場の名物というか上乗せしたときにその上乗せゲーム数に0を足してくれるよっていう演出がありまして、だから10ゲーム乗ったらそこに0足して100ゲームとか、うまくいったら30に0足して300ゲームとかがあるんですけども、だそのでかい上乗せがある代わりに普段の上乗せは弱いです。だ結局 G 侵食薬強薬とか引かないと何も起こらず駆け抜ける台なんで、10回やったら8回9回は駆け抜ける台です。ザキャス、これはマリオネテムいった。これね、強地域から直撃した。表示出てなかったけどからくり公約、強地域からで間違いないんだとすればだいたい4分の1ぐらいで直撃する。ああ一応最低がチャンスのデウスエクスマキナ。いや直撃してほしいけどな。ああいやーということで252ゲームデータカウンター256、これチャンスゾーンだね。ただ悪い当たり方じゃないよ、これからくり子役の強地理からってことなんで。さあ決めよう。ラスト、いやーもったいねー。さあやっちゃった。あと通常時あんだけねこの説明してどんだけこいつゴジエバにお熱だよっていうのは伝わったと思うんですけど、 AT 中に特に喋ることがないのはあんま出したことないか分かんないです。出玉パートからは俺あんま分かんないです。すいません。あー朝一から汗かく展開やったな。結果汗かいただけや。さあというわけで騒ぐだけ騒いで汗かくだけかいてなんか終わりそうです。これリプレイだったら3連で乗せるよなあ。なんだよ駆け抜けかって思うじゃないですか。これ最終ゲーム G 侵食90分の1引けたら最強特化ゾーンのチャンスゾーンいけるんですけど、引いたことない。ナビ出たらダメです。
はい、かける363枚終了、ほぼトントン、チョイプラ、まあ、この繰り返しなんですけども、なんだかんだその90分の1で来るやつがおもろいし、飽きずに打てるんですよね。さあということで、ワクワクが止まりませんが、2枚目、まあなんか悪い、伸ばすチャンスはあったけど、悪い1万円じゃなかったね、これは。赤文字、大丈夫と思うけどな。ああいいね、初号機大丈夫です。ボーナスランプとか光んないかな、違和感はないけど多分大丈夫。 OK、 158回転持ちメダル内でのボーナス2回目の当選です。こちらボーナス来てほしいな。紫過ぎたら当たんのよ、ここ。ああ過ぎないか、これ過ぎたらもう赤です。ただもう一個ボーナスがある可能性も高いし、だとしたらこの1個目でラッシュ入れたいのよね。ベルでも 12.5% なんだよ。頑張れ頑張れ、絶対決めろ、7ゲームあってお前。嘘だ、7ゲームあって任せられるかお前め、バカっちょが。お前ボーナスはもう1個くれないわいやー、これはチャンスゾーンか。どうだい、プッシュボタン出てこい。いやーデフォルトってことは多分300のゾーンのあたりかな。これはチャンスの2回目、ラストいきます。いやーきつい、オッケー、耐えた、何とか耐えた、あぶねー。ということで投資13本いきます、2回目の初当たり。さあ投資13本は可愛い方よまだ。さあというわけで現在の時刻11時17分、追加投資ですね、6000円目。まあまだ朝一行かせなかった自分のせいだっていうのもあるし、ラッシュ1回やってるしまだ6000円だし、全然です。これがね、絶望のロンドンの途中、この投資が投資から惰性に変わる瞬間があるんですよね。で惰性から拷問に変わる瞬間もあるんですね。まだ今投資です僕、そのこの台で楽しむため、絶望から解放されるため、エンディングで笑顔でゼンツさんと合流するための投資です。さあ駆け抜け、またレイアイクも引けず、引き戻そう。ダメ、うー、なるみ2枚目です、まだ投資、2枚目は大丈夫、そういう台だからこの台。さて3枚目です。正直なぜ3枚目を入れてるのかは分からない状況です。え、さっき1万円札入れたばっかだよ、マジか。ふー、3枚目、まあまあまあ次、今背景がりっちゃん出てて、まあ次回か次回がこちらボーナスって感じですね。4枚目、結局早いぞ投資が。8割、今日2回外してますこの演出。
もうそんなもん8割知ってるか。8割って知ってるな。なんでや、なんで今日まで外したことなかったの。3連続外した。あー始まったな、相撲のロンド。楽しかったのにな、40分前まで。いやつらいのこれ。吸い込む引けへんくなってるし。夏仕様、ね、夏仕様。素材夏じゃないけどな、全然。ね、夏仕様のアイマスクって。クワガタついてるけど、クワガタいらんし別に。そやな。しかも割とギュッとしてるからさ。あーでも終わっちゃった。いや当たらへんと思って喋ってました、すいません。モンキーターン見てました、すいません。1068ゲーム、さあ決めよう。これ決めない、いよいよしんどいよ。今日は右手かな、右手の日かな、今のところ大事なところは右手の方が決まってる。おお決まった、やった。ちょっとダメやと思った。さあというわけで3回目の発売でなんやかんやと37本いっております、いっております。いかんせんね、今初当たり2回3回目なんですけど、レア役引けてなさすぎるのよ。お久しぶりです。1時間ぐらいかな。ゴジラ町破壊せず、ゴジラ出てこず、平和でした町が。パスロって大体町破壊されたり天気悪くなった方が暑いじゃないですか。あ平和だったね。エヴァもゴジラも誰一人いなかったもんな。1030ゲームです。これ999で止まるらしい。50バッターは天井いかんのよ、当たり軽いから、3万1000円です。きついな。ただ、ゼロゲームの時からリツコの背景出てて、次回か次回がゴジラボーナスの背景なんですけど、 G 侵食薬から侵食せずっていうのが結構あったんで、ここがゴジラボーナスだと思います。これは赤菜のソロと思う。1032回転、そうだね、はい。でラストチャレンジがもらえるからこれを射止めようって話か。いやー AM で4枚目入ってます。いやマジかよ。さあ早く引けず、永遠になるみ。まずいな。これいけなかったら嘘です。頼む決めろ、レアク一発。違和感カタカタ、このねガーンっていう音を鳴って暗くなったら外れかリプレイなんですけど、これプラスナビがあったらもう行くんよね。あれ18パー、なんでなん。頼む、よっしゃー。いやーあれやっか、よく引いてるわ。ここで弱者ナイス、ありがとう。とりあえず AT 入りました。あとはこの2ゲームでレアク、お願い。
100あっても足りんし、とりあえず100くれ。さあリプレイ一発いたよ。なんか強薬とか引いてみないか、こちら。ただ一発リプレイ出る、全然ある。なーぜー、あー結構みんなここ100取れんのにな。いいよ、赤扉あんま出ないっす。よし、強チェオは、強チャンスメオはこれにね、何なんかテンパったら確定役です。ダブルテンパしたら、あーこれ強チェか強チャンスメで直乗せ10ですね。でね、この強薬がめっちゃ重いんですけど、引いた後に直乗せ10以上とこの前兆経由した後乗せ、これがもらえないのよ、強薬なのに。それがむずいところよね、ゴジエは。強薬引くだけじゃダメなんよ。じゃあどうしたらいいか、自身食薬中に強薬引くんですね。すごいむずいこと言ってるでしょ。むずいのよ、むずいんだけど。泡吹く、泡吹く、この台むずすぎて。また駆け抜けた、もう天井はもう頼む、もうもう無理。12時、まだ2時間、どうすんのこれ。ということで40本なくなりましたけども、ちょっとここでご飯行ってきたいと思います。さあでは、なんか夏仕様らしい小泉をつけて行ってきたいと思います。よいしょ、お願いします。あー怖い。でもね、つけ心地はこっちの方がいいね。怖い。はい、オッケー。では行ってきます。これどっちかわかんないですね。今ゲーム数前兆だったんですけど、ようやく引いたんでこれで書き換えた可能性もある。前兆良かったんで、いずれにしよう429ゲーム3万6000円です。よし、まあここはエヴァンゲリオンボーナスな気するけど、紫なら、ここすぎて、一歩ずつ行こう。ラッシュの初当たりはもう今日2回引けてるから、よし、あーでかい。残り4ゲームってとこでした。そろそろ現金投資止めないと。違和感来い。我慢、我慢だな。閉店まででいくら負けんだろうじゃない。閉店までまだ10時間ある。めちゃめちゃ絶望をすでにしちゃってますけども、この台1回で変わんのよな。現実的なラインで宇宙変異が強いのよ。リプレイ引いたら2割ぐらいで当たって、でしかも当たった先がボーナスプラス AT なんですね。それをどれだけ通常時早めに取れるかなんですよ。ここでお知らせです。現在13時、ここから惰性です。惰性ですね、投資ではなくなりましたね。惰性です。ごちそうさまでした。
ということでお腹いっぱいになったところで後半頑張りたいと思います。さあよろしくお願いいたします。はい、運命の一撃です。僕も運命の一撃やりたいと思います。おめでとうございます。ということで頑張ります。そろそろお昼の時間ということでちょっと一回外の空気吸ってきます。あら今日かわいい、何夏仕様カブトムシついてる。もう別に嫌とかじゃないです、なんか誰かと一緒にいる気して嬉しいです。行ってきます。似合いますか。行ってきますね。よいしょ。あー見せ場ゼロ。これ誰かとぶつかってトラブル。もう目も当てられない。あ床の質変わったな。そろ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 。あーまた変わった。はい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 、はい、ありがとうございます。ちょっと気分を入れ替えていきます。ことしかできねえんだよ。5枚目。午前中に初当たり3回取ったとは思えぬスピード。6枚目。どうした。あなたチャンスを引いただけよ。またまあ、チャンス目は直撃 1% とかやったかな確か。いやどうなんだ。まあ、ほぼ当たるんやけどとりあえず。さあ797ゲーム。さあからくり子役のチャンス目発動って感じ。さあ799ゲームデータカウンター593。当たり方はいいのよ。52本投資行こう。ラスト何にも引いてない。行きます。もう当たり方がもうすごいね。なんかいつものからくりサーカスじゃあんまない当たり方ばっかする。7枚目。信じらんねえ。あーダメ。さあ一応あと2回。あいた助かる。さあということで539ゲームデータカウンターで367ゲーム。本日2回目の通常幕開、追加16回目から決めよう。あ違う、そうやリプレイとかベル引くゲームじゃなかった。レア役引くゲームや。なんかちょっと早いないスポットライン出てくるの。こんなもんやった。あーダメ。ラスト。うっそー、ごちそうさまでした。なんとですね、吉野家でスタミナギンギンうな重ご馳走いただきまして、いや後半ゴジラと一緒に街破壊します。頼むぞ。よし、お願いします。なに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 、怖い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 。はい、あーすいません、どうぞ、ごめんなさい。よし、街めちゃくちゃにしております。8枚目。8枚目ってことは8枚目ってことです。お昼ご飯を食べに行ったの込みで今2時半です。お、当たりそう。うん、 OK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 。
どう、この次までいかんかい。はい、赤で8点1187ゲーム。さあ1189ゲーム、データカウンターで697、遠かった。さあ AT レオ、このままハイドン、よし、あなんとか投資76本、使いすぎね。さあそろそろまずは劇場ジャッジ入れよう。今日劇場ジャッジまでやってないんでね、情けないことに。人向きな6枚目何もできず、きっつい。さあ704ゲーム、スイカポンポンポンと引きまして、だいたい今 20% ぐらいかな、チャンスの突入率。そしてチャンスの成功率が 0%、 ここが問題です。何引いた、やっと当てたぜ、このチャンスの強チェオは強チャンス目です。ナイス、こちらこそ、こちらこそです。よし、65,000円、違うな、55,000円か、55,000円やな。でこっから先このチャンスをやらせてくれます。もう一回子役に連したらボーナストック、いやー引けないか、おっ引いてよ、次子役引いたらボーナストックよ。かー惜しい、ボーナス1個です。結局717ゲーム、こちらどうです、今日1回も止まってません。そうですよね、自分で何とかします。レバブルしました、よーし、まずはチャレンジゲット。さあ純増5枚のボーナス、20ゲーム消化で41枚しか取れてませんが、そういう問題じゃない、ここ通ればいいの、そういうことありがとう、でかいよ。6ゲーム持ってのチャレンジでございます、ここ通りゃ何の問題もね。そろそろモック動きます。おもろ、おもろこの台、たまらん、よし、ここからさらに上乗せしろ、満足するな、55,000円だぞ。頼む、いやー上乗せはせず、今日初めて違う背景出ました。ここでレアキーいってみろ、自分のテンション自分で上げます。リプでもいいのよ、リプでも 45% ある、ナビなし、なんてな、 OK、 まあ、しゃなし、今日3回目の AT ですね。とりあえず今回の目標は G 一発引きます、でそれで活性化、それで終わりよ。チャレンジ戦うまい、あの人、そうそうそう、普通の連戦で何引いた、 G
1、よし、野生の方です。これを G 活性化で終わりだ。装飾か、まあ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 、いや、引けるチャンスだ。うわ、しかもこの5ゲーム間で10分の1の新食薬引いたらこの増殖いきますね。勝負どこだ。惜しい。いや頼む、なんか引け、10分の1とりあえず。頼む、テンパって、あーやばい。よし、引いた、引いたぞ、引いたぞ。で、あとはこれが赤チャンスとかでもいい。頼む頼む、頑張れ頑張れ、赤チャンス。青なのよ、負けた。青2連だけどね、一応。あー、今の赤だったら熱かった。ここ越えろ。超えねえのよな、むずいのよこの台、ここがむずいのよ。うわー、くつー。またこの増殖を途絶えさせないようにベルでも何でもいいから引き続ける。そう、この増殖を終わらせないうちにもう一回これを貯めるんだ。そういうこと。これ1回につき10ポイント溜まってるからね。5連で5ポイントが2個だから、あと2回引いたら溜まります。そういうこと。ベル10連、あと1回引いたら溜まるか。おーし、リプレイつないだ。いいよいいよ、そろそろ溜まんじゃない。いや頼む、小役、よし。うわ、野生の方を引いたわ。いけるぞ、マジでいける。流れ来てる、流れ来てる。ここ小役な、よし頼む。どうなる、何、赤頼む。なんで青やねん、さっきと一緒。ここで小役引いたらやばいよ、弱役引いたら。いやーベルかー。でこれもたまんじゃない。よし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 、緑までいった。次リプレイでも終わらせ確定。うわー、ベルだけど、ここ越えたら、いやー緑かー。どうでしょう、どうなんでしょう。倒してくれてもいいと思います。お、カットインアウト。あ、G 引いてるからかな、どうだろう。よし、でとりあえず倒したじゃん。でここで上乗せがもらえるんだっけ。あんまり ATC 知らないですよ。だけど作戦成功で上乗せでしょ。はい、で10ゲーム、これがしかもここでレア食いてる扱いだよ。え、追撃しろ、これいったんじゃない、いかねえのかい、いかねえのかい。ちょっとざわってなっていかなかったです。ちょっとざわってなって期待させるだけさせて、くさくさ。ただただ次にプレイ、まだこれが終わらさないうちに。いいよ、リプレイだったの遅いよ。よくやった、よくやりました、僕ナイス。あ、弱役だった、リプレイじゃなかった、弱者だった。チャンス目、あ、出てきた。次で決めましょう、これは決めよう。チャンス、うん、チャンス目はチャンスゾーン以上なんで、まあ、てかほぼチャンスゾーンなんで。オフ引いちゃったと言っていいのかな、これは。さあ、交互期待。さあ、99% でチャンスゾーン、1% で直撃。まず1回目の子役いくね。え、1回目いけへんやん。今、よし、油断した、油断した、向こう、向こう油断した。
3度目かな、からくりサーカス。今のところ特に何もやれてない2回やりましたけども、今日はやってやりたいと思います。さあ、なんやかんやちょっとずつもかけましたが、結局かけなきゃというか、そんなに伸び伸び終わっちゃったね。紫集団、え、これどう、スイカか。いやけど人身尺しかダメだよね。いやーそうか、最終ゲームこれ128分の1ぐらいなんですよ。90分の1でよかったのにな。はい、いやー最終ゲームのスイカですか、惜しかったね。9枚目強チェリー、何か感じます、マジですか、めっちゃ発動するな。いやゲーム数があんまりいいところで当選してないっていうのもあるんですけど、まあ、幕開のぞいてもだって朝一割とすぐに強チェリー発動して、でチャンス目2回発動したでしょ、で強チェリーこれ2回目よ。はい、ありがとうございます。10枚目、結局強チェリーのカラクリ子役は発動させずで439ゲームデータカウンターで407ゲーム。決めよ、こんなとこでつまずいてるわけにはいかんのよ。もうやっとナルミ以外出た、ただ一番見たくない画面出た。はい、てかニスル、いやーやべえな。さあ、というわけで現在478ゲーム、さっき AT 入った分が全部飲まれて、今やっとなんか喋るぐらいのことが起こりました。強薬からの弱水化、まあ、1個で 22%、 2個の並びでも 22%、 22% の抽選2回ですね。ここでレア食いたら当たります。ある500以上、なるほど、全長で出たんだ。じゃあちょっと熱いかなって感じですね。はい、というわけでここで追加投資でございます。投資が止まらねえです。いくらだ、5万6000円目かな。っていうのもね、初当たりがやっぱ重いのよ。朝一160、160でポンポンって当たって、その時はなんか投資5000円で売りちーみたいな言ってたと思うんですけど、その後ですね、160、160天井1032、434、718、知って今485です。なんかとんでも嬉しいこと起きねえかな、いきなりフリーズとかそういうことじゃなくて、僕がフリーズするようなことね。例えばアイマスクをつけてないデンツさんがいきなりこの辺うろうろするとか、あ、これもう絶対熱いのよ。トイレでもないでしょ、で俺の状況見ちゃいけない、なじゃあなんで目隠し外してフラフラしてんだ、コンプリートしてるんですね。それはもうコンプリートしてるしかないんですよ。なんか起きんかな、いきなりデンツさん、もうデンツさんの顔忘れたまであるわ、見てなさすぎて。でこれ当たります、多分当たんなきゃ本当大きい声出します。あぶねー、大きい声出すとこやった。ふうふう、そりゃそうや、ちょっと全然熱かったですもんね。赤チャンスからの青チャンス、または赤チャンス一発、どっちか積もりました。5万6000、これが AT5 ですね。510ゲーム、もういいよ、何色でも構いない。今日まだ赤揃ってないです。おー揃った、ナイス、ありがとう、センキュー。へーし、全然歩いてこないかな、マジで。さあここから投資が止まらなくなるのか、一旦 AT4 回目入るのか、
ラッシュチャレンジ。下手だね。頑張れ。いきます。下パネパチパチ、ナイス。危ねー、はあ、よし4回目です。56,000、そろそろ100ゲームくれ。赤チャンスでも当たってたし、赤チャンス青チャンスのディレキ両方当たってましたね。ボーナス2個目です。よし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 、ゴジエバアタックはもうちょっと先ですね。はい、でこのボーナス今日初めて AT 確定する状態のボーナス初めてなんですけど、ここはねゲーム数上乗せ抽選をしてくれてます。あの AT のよし、下パネ消えた。さあオリンピア、ほんまや、純増5枚やし、まくってる。いやもうだからロンドンしちゃいました。そりゃこの時間にかけてくるだけのことはある。200、オッケーオッケーオッケー、よし、やったー、嬉しい、絶対いけるぞ。